状況は動き出す。個人の思惑とは関係なく、時は流れゆく。人々のあがきとは別に。ならば、ルルーシュとは幸せなのだろう。少なくとも、自らの力で世界を決めることができるのだから。いかなる相手にでも命令を下せる絶対遵守の力、ギアスを頼りに。ギアスを、力を持っていたら幸せなの？いいえ、それはどうだかわからない。でも、この人は幸せなんでしょ？ある意味ではな。だが、ある意味では不幸かもしれない。あの根には難しくてわからない、うん、でも、あの人が幸せになったらいいな、うん、あの人は何も力を持っていない。でも、幸せになってほしい。幸せの形は人によって違う。人によって？そうだ。自分で幸せだと思っていても、他人から見ると違う。そのまた逆もあり得る。幸せとはそういうものだ。なんだか難しいね。ああ。だからみんな追い求めるのさ、幸せを。またあの夢。あの時、式根島で例の子に何かされてからずっとね。ひょっとしてあの子がシャルル皇帝のお目当てなのかしら。そうであるなら今日もいい朝ね。カーリー・ディゼルだと？ああ、知っているのか。リゼル家といえば、多くの科学者を輩出している有名な貴族だ。エナジーフィラーが今のように小型化、効率化されているのにも、ディゼル家の人間が一役買っている。カーリー・ディゼルは研究者ではないが、経営者として名を馳せている。そのカーリーがどうかしたのか。あいつの血縁だ。それは知っている。以前あいつの素性を洗った際にディゼル家にはたどり着いたからな。カーリーはあいつの叔母に当たるはずだが。その叔母があいつの命を狙っている。なんだと？どういうことだ。話はお前が神根島に飛ばされていた時のことだ。ブリタニアの捜索網の中、身動きができない黒の騎士団に代わってお前の救出をあいつに頼もうとしたんだ。式根島で捜索隊に加わっていたあいつと接触することはできたが、その時にはすでにカーリーに襲われているところだった。戦闘中に負傷して入院しているとは聞いていたが、それで。しかし、どうして叔母であるカーリーがあいつを？それはわからん。だからこそお前に調べてもらいたい。わかった、調べておこう。しかし、お前が誰かのために頼み事なんて珍しいな。あいつには借りがある。ただそれだけだ。そうか。どこかであいつにも話を聞いておく必要があるな。わざわざ迎えに来なくても大丈夫だよ、クラリスさん。仕事忙しいんだから。何言ってるの。子供はそんなこと気にしなくていいの。家族でしょ、私たち。うん。ありがとう、クラリスさん。こう見えても、あなたのお母さんですからね。他にもしてほしいことない？してほしいこと？うん。退院祝いに何でもお願い聞いてあげる。お祝い。どうかした？ううん、何でもない。お願い事を考えてただけ。何でもいいわよ。欲しいものとか、食べたいものとか。それなら、クラリスさんが作ってくれるしょっぱいミネストローネが食べたいな。え？私の味付けってしょっぱいの？少しだけね。でも、あっさりした病院食ばっかりだったから、クラリスさんの料理が食べたくて。そういうことなら、腕によりをかけて作っちゃう。帰りに食材を買って帰りましょう。うん。
私が式根島で正体不明のナイトメアに襲われてから数日が経った。その間にも世界は動いている。式根島で行方不明になったユーフェミアとスザクは近くの無人島上根島で発見、無事に保護された。また同じ上根島に訪れていたブリタニアの調査チームからナイトメアを奪ってゼロが逃走したというニュースも報じられた。ルルーシュもどうやら無事だったらしい。その後も旧クルルギ政権にいた沢崎敦氏が中華連邦の協力のもと福岡基地を占拠したそうだけど、ゼロとブリタニア軍によって制圧された。エリア11は依然としてブリタニアの支配下のまま。ブリタニアを倒すためにはやはり確固たる展望とそれを成し遂げる力が必要。どうかしたの？難しい顔して。ううん、早くクラリスさんの料理が食べたいと思って。お腹減ったのね。早く帰りましょう。カーリーのことや夢で見た妹のことが気にならないわけではない。しかし今は過去を振り返るよりも未来を見たい。そのためにも私はブリタニアを倒す。復讐を果たし、クラリスさんと安心して暮らせる国を作る。ねえ、何か物足りなくない？何が物足りないって言うんです？いや、年に一度の学園祭じゃない？そりゃそうですよ。学園祭が年に何回もあったら大変でしょう。まあ、どこかの誰かさんがホイホイと新しいイベントを思いつくんで、毎月学園祭をやってるようなものですけどね。言えてる。この間のコラボカフェも大変だったもんな。そうそう、準備の時は良かったけど、スザク君とルルーシュ、それにカレンたちまで揃って休んじゃうから後片付けが大変だったんだよ。ごめん、軍の仕事が入っちゃって。俺は学園祭の実行委員長の用事があったんだから仕方ないだろう。それにあいつだって軍の任務で怪我をしたと言うんだから。まあまあ、シャーリーさん無事に終えたんだからいいじゃないですか。そうそう、あいつも無事に退院したらしいしな。万事解決。そうだろ？彼女の退院は良かったけど、なんだか言いくるめられてる気がする。そういえばカレンたちはあれからずっと休んでるよね。あ、会長、何か知ってます？いいや、でもカレンの家も複雑だしね。そうですか、それは仕方ないですね。役割分担も考えないと。じゃあ次の議題だが。ストップ。あ、舌打ちした。ルールーシュ、今舌打ちしたでしょ。いいやしたわよ。それよりも私の話題をスルーしようとしたでしょう。そんなことしてませんよ。してた。私が物足りないって言ったのにわざとスルーしようとした。はいはい、わかりました。で、会長は何が物足りないって言うんですか？各クラブ同好会みんな準備に取り掛かっていて、おおむねスケジュール通りに進行しています。物足りないってことは、目玉よ。目玉？今回の学園祭のメインになるものということでしょうか？そうよ、ナナリ。今回の学園祭にはメインコンテンツがないのよ。学生主導の学園祭にメインコンテンツって。でも目玉なんでしたら去年のリベンジになる巨大ピザ作りがあるんじゃ。そうですよ、今回はスザクがガニメデに乗ってくれるんですから成功間違いなし。スザクがガニメデに？それよ！え、僕？うん、スザクって本職なのよね。ナイトメアの操縦もうまいのよね。まあ、みんなよりは慣れてると思いますが。なら、世界一を目指しましょう。世界一？え、世界一の巨大ピザを作るの。2メートルなんてケチケチ言ってないで、ドーンと10メートル以上の大きさ世界一のピザ。そんなことできるわけが。できるわよ。なんてったってスザクはユーフェミア様に選ばれた騎士なのよ。そう言われるとスザクならできる気がするかも。いやいやいや、ナイトメアの操縦はともかくピザ作りは初めてですし。でもスザクさん、どちらにしろピザのフライングを練習するとおっしゃってませんでしたか？ああ、そっか。
どうせ練習するなら2メートルも10メートルも一緒かも。お前さらりとすごいこと言うな。ほら、スザクもああ言ってくれてるしね。とは言っても、その大きさのピザとなると専用のオーブンなんかが必要になりますよ。私が手配するから。私の学生生活最後の学園祭なんだよ。世界一の思い出を作りたいのよ。しかし、今から運営マニュアルに組み込むのは。いいじゃないか、ルルーシュ。ミレイ会長の思い出作りのためにもさ。スザクがいいなら俺も手伝うよ。私も。まあ、ミレイちゃんのためなら。ああ、もう分かったよ。運営に関することは俺の方でやっておくので、ちゃんと会長が責任を持って担当してくださいよ。やった。じゃあ早速、巨大ピザ作りの準備に取り掛かりましょう。リバルは現時点での巨大ピザの世界記録を調べて、当日司会も頼むからしっかりね。イエスサー。シャーリーは具材の手配をお願い。了解です。ニーナは巨大ピザの焼けるオーブンを手配して。うん、おじいちゃんに聞いてみるね。スザクは早速ガニメデで特訓よ。今からですか？善は急げってね。やれやれって、みんなピザ作りの方に行ってしまったじゃないか。他の準備はどうするんだ。お兄様、私も手伝いますので。ありがとう、ナナリ。スザクの暗殺？はい、先日の島の一件で光月隊長はクルルギスザクに正体がバレています。ここは早急に対処すべきかと。対処？それが暗殺か？はい。それはゼロの指示なのか？いいえ。なら、まずはゼロに。当然ゼロには私から報告を入れます。しかし、そんな悠長なことを言ってる場合ですか？クルルギスザクが光月隊長のことを軍に報告すれば、我々が動きにくくなるだけではなく、周りの人間に危害が及ぶことだって考えられるのですよ。周りの人間に。わかった、その役目私が。な、バカを言うな。お前の手を直接汚させるなんてできるか。だったら俺がやる。え？俺がクルルギスザクを殺すと言ったんだ。おお、それでこそ黒の騎士団の副司令です。逃走経路の準備などは私にお任せください。逃走経路？そんなものまで？はい、近々クルルギスザクの通う学校で学園祭が行われるそうです。そこが狙い目です。騒ぎに乗じてというやつか？その学園祭にはテレビクルーが呼ばれているので、それを利用します。わかった、詳しい話を聞こう。学園祭か、アッシュフォードの。ありがとうございました。では失礼します。あれ、あなたは？生徒会副会長のルルーシュさん。先日はありがとうございました。いえ、俺は何も。でも仲直りができたみたいでよかったです。はい、あなたが言ってくれたおかげね。あの、お兄様、こちらの方は？ああ、ごめん、ナナリ。こちらはクラリスさんだ。そうでしたか。申し遅れました。妹のナナリー・ランペルージです。あら、副会長さんにも妹さんがいたのね。かわいらしい、クラリス・ガーフィールドです。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。それで？クラリスさんはどうしてこちらに？彼女はまだ学校に来られそうにないんですか？いいえ、怪我はすっかり良くなったから心配しないで。今は大事をとって家で安静にしているの。もうすぐ学校にも来られるから、その手続きにね。そうでしたか、それは良かったです。学校のみんなも心配していたのでな。はい、怪我されたと聞いた時は本当にみんな心配で。心配してくれるなんて、あの子はいいお友達に恵まれたのね。いつもは騒がしい生徒会が珍しく静かでしたからね。まあ、
騒がしいといえば、なんだか学園中が騒がしいみたいだけど、何かあるのかしら？ああ、もうすぐ学園祭があるんですよ。その準備に追われてまして。学園祭？ええ、よかったらクラリスさんもお越しください。彼女と学園祭デートなんていかがでしょう？学園祭デート？はい、親子水入らずで。ナナリさん！はい。学園祭のこと、詳しく聞かせてもらえる？もちろんです。ありがとうございました、ユーフェミア様。いいえ、皆さんの働きあってこそです。それでは、失礼します。お疲れ様でした、ユーフェミア公女殿下。ありがとう、スザク。今日の予定はこれで最後です。ここのところ予定が詰まっていましたから、早く聖城に戻って、体を休めてください。どうかしました？何か変なことでも。いいえ。私が忙しいということは、付き添ってくれるスザクも忙しいってことじゃないですか。それなのに、人の心配ばかりするものですから。自分は軍人ですから、体力には自信がありますし。そういうことじゃありませんよ。体が大丈夫でも、心も休めないと、学校には行けていますか？ええ、行ける時には。あ、そうだ。今度学園祭があるんですよ。そこで自分は10メートル以上の巨大ピザのフライングに挑戦するんです。10メートルの？そんな巨大なピザ生地をどうやって？学園にあるナイトメアでです。こう、ぐるぐるって。楽しそう。私も時間があったら行ってみたい。ぜひ。ああ、でも公女が来たとなったら大騒ぎになっちゃうかも。その時は変装していかなきゃ。それなら大丈夫かな。セシルさん、退院したって連絡はもらったけど、まだ傷病休暇中じゃ。はい、これから学校なんですが、そのついでに顔を出そうと思いまして。そうなんだ、無理はしないようにね。体の方は大丈夫？はい、すっかり。ブリタニアの再生治療ってすごいですね。おかげで傷もすぐに消えるそうです。それを聞いて安心したわ。あの時はどうなるかと思ったから。あの時、セシルさん、あの時の話を少し聞いてもいいですか？式根島であの赤いナイトメアと交戦した後、気を失ってしまったもので。ええ、もちろん。まずはそうね、式根島の主力部隊が到着した頃にはあの正体不明機の姿はなかったわ。その後の捜索でも発見されなかったことから、何らかの手段で島を出たと推測されているの。じゃあ目的も正体も。え、依然として不明のままね。でもまあ、ブリタニアの誰かが関与しているだろうね。ロイドさん。やあ、復帰おめでとう。これでまたいろんなことが試せるね。まだ傷病休暇中ですけどね。そうですよ、彼女大怪我を負ったんですから、復帰はまだ先です。せっかく君の機体も万全に修理しておいたのに。ありがとうございます。それよりも、さっきあの赤い機体にブリタニアが関与してるって。ロイドさんの憶測よ。でもその可能性が高いとは思う。ナイトメアフレームの機体設計って癖が出るんだよね。現段階でナイトメアと呼べるものを作ることができているのはブリタニアと黒の騎士団だけ。 EU の二つ頭や中華連邦の尻尾好きは、僕から言わせるとあくまでナイトメアもどきだけど、その国のコンセプトが明確だったりするの。確かに、その視点で言うとあの機体はブリタニアのナイトメアに似ていました。でしょ、だからブリタニアの誰かが関与してるんじゃないかなと思うんだ。でもそれだとブリタニアの機体がブリタニア軍を襲ったことになりますよ。なっちゃうよね。だからあくまで憶測なのよ。あなたや式根島の基地の機体から得られた戦闘記録を解析して、あの機体のフレームを各工房に紹介してみたけど、該当する機体はなかった。もしかしてブリタニアの技術を模倣して他国の技術者が作ったってことも。当然あり得るよ。でもなんか違うんだよな。
ロイドさんの勘がそう言ってるんですね。そうなんだ。僕の勘って結構当たるの。ナイトメアに関してだけはですね。そこは変態的な関心があるので。何それひどい。とはいえ何も確証がないのが現状。現段階では何もわからないの。そうですか。でもあの戦闘力の高さは危険なので今後も注意は必要ですね。そうね。だからこの件に関してはシュナイゼル殿下に報告をあげているわ。何かわかったらあなたにも伝えるわね。はい、ありがとうございます。あの機体、少なくとも黒の騎士団の機体じゃない。そうなると黒の騎士団の障害になる可能性もある。少しでも情報が欲しいけど現段階ではこれが限界みたい。シュナイゼル、帝国の宰相ならもっと詳しい情報を得られるのかもしれない。今はそれに期待しよう。特派からの報告書か。はっ。式根島基地には多大な損害が出ています。調査チームを蘇生しますか。ああ、その必要はないよ。私のルートで調べておこう。こういったことに詳しい人間に心当たりがあるんだ。今度こそ手に入れないと。そのためにはもっと綺麗にドレスアップしないとね、マグダラ。